はい、どうもフメデルです。今回ですけれども最新ピックアップガチャの中で最強コイン稼ぎツムを使って2プレイ連続コイン稼ぎしていきたいなと思っております。まあ中身の方はそんなでもないんですけれども、まあ一応ラスト賞好きつけなんで、まあぜひ引いていただきたいなと思っております。でまあ一応ね、まあピックアップの中身ですけれども、まあそんな強くないとはいえど、まあ普通にコイン稼げるんで、まあちょっとねその辺も見ていただきたいなと思います。で、最強コイン稼ぎツムなんですけれども、ジョバソフィア、こちらが一番いいかなと思ってます。はい、まあちょっと演出は長いんですけども消去数が多いというところ、がとても良き。はい、ということでまあとりあえず多分これ6000枚平均とか普通に軽く出るんで、やっていきたいなと思います。いけなかったらごめんなさい。オッケー。まあ55秒発動か。こんな感じ。消去数多いっすよね。これはちょっと使っちゃったけど、ループしないかな。まあまあまあ、これでエフィバインして、オッケー。でね、確かね発動数が15だった気がするんですよ。14ではなかった気がするんで、ちょっとそこが残念なポイントではございますが、はい、まあでも普通に強いんで、はい、割とねボムキャンしてすぐスキル発動しても消去数伸びるんで、こんな感じで。あ、これはちょっとまずい。ちょっとコブラジャファーの癖が出てしまったけど、あれやっちゃいけないやつです。ちょっと落ちてくるのを待ってからスキル発動しましょう。いや、めっちゃ損した今。めっちゃ損した。ちなみにもったいないね。タイムボムナイス。これループする。次はちゃんと落ち切ってから使います。はい、こんぐらい落ち切ってれば全然いいと思います。はい、いいですね。37、いいんじゃないですか。うい、オッケーオッケーオッケー。え、やばない。28秒4000枚ってやばない。普通にやばくない。驚きを隠せないね。普通に8000枚とかいけるんか、これ上振れれば。そんぐらいの性能持ってそうっすね。7000いこう、7000いこう、7000いこう。うわー、やべえ、これやったな。これやりました完全にやりました。7000届かねえか。とりあえずループじゃない、フィーバーインさせて。いやー、ミスったな、完全にミスったな。あー、全然7000届かない。6000。やべ、やっぱフラグ立てるとこうなるから、ちょっと何も言わんでおくわなんで後半2000枚しか稼げてないっていう意味のわからんことやってます。はい、まあ次はちょっとそんなことがないように。はい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 。いや、でも残り30秒まではすげえ強さを見せれたんじゃないかな。後半めちゃくちゃやらかしてたけど。はい、
248。まあまあかな。よし、これマッハでスキル貯めたいね。でフィーバーインに持ってきたい。オッケー、完璧。1プレイ目のペースには全然及ばないんですけれども、まあ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 、それでも。いや、使わないで待ってた方が良かったかな、これ。よし。待つか、これ。OK。まあ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 っすね。はい、ちょっと黙っちゃいました。ほい、よし、超えた。危ねー。とりあえず超えました。なんであのペースでさっき6000枚いかなかったんでしょうかね。はい、ちょっと後半かなりやらかしてた感はありましたけども、まあ、今回は、ね、6366枚と、いうことで、まあ、平均6000枚以上は軽く出るかなと思います。はい、てな感じで、まあ、ピックアップガチャでも、まあ、全然優秀なツムですので、はい、まあ皆さんね、販売してぜひ乗馬ソフィアの方も使ってみてください。はい、ちょっとスキル発動数多分15だと思うんですけど、左側に、まあその辺は情報書いてあると思いますので、そちら見てください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではバイ。明日があるはず。